こう、酒の上からこう映えるわけです。ほら、ね、で、約束稽古でやってるから何となく成立してしまっている稽古が多分皆さん経験してると思います。僕もで、それは分かってるから。だからただ、本当に当てろって言った、ちょっと厳しい条件にしたときに、はい、そう、行くで、こうなるんですよ。だから、なるべく止まってたの。なるべく止まってたの、こうなる。だから、どこまで止まれるかって一つの、ポイントがある。で、大田先生は多分、すごく止まってる方の人だと思います。で、どうしようか。二つ使用、二つ。アイハンミル、消耗する。転換しない。足を、後ろ足の中にリフを入れて、振りにするだけ。一つ。で、投げることに一生懸命ならなくていいです。さっき言ったように。ちょっと難しいんだけど、これもちょっともう一度同じやってこうで、体こっちで上半、下半身は外、体は外、外、真ん中で、これを最初はゆっくり止めて、分かんなくなるから止めて、頭入れて外で、こうやってで、これをだん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 速くで、このタイミングが見えてくれば、このタイミングが見えてくるし、このようなステップすると思う。例えば、今やった2種類のね、一つは、外に開いて、もう一つは、捉えました。結構、2種類やってました。で、最初は確かめながらね、確かめながら。だん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 速くなっていく。はい。